ワン、ツー、ワン、ツー、デン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 。ガズレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりとやってみましたね。このパワフルな応援歌、まあ、結局僕たち一人一人のね、まあ、心持ちだぞみたいなメッセージがたっぷり詰まってね、なんかこうみんなの応援でもあるけど、きっとねこの皆さん、桑田家さん、佐野元春さん、世良正則さん、野口五郎さん、チャーさんの思いもぎっちり詰まってるけど、これをまた歌うっつうのがもう熱いじゃないですか。はい、思いっきり取り組んでいきましょう。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンにさせていただいております。本当はね全員が歌うんでフルコーラスやりたいんですけど、これちょっとガズレレッスン動画ということで、ちょっとまず今のガズレレバージョンで慣れていただいたら、2番をね主にショートカットバージョンにさせていただいてるんですけど、コード進行全く一緒ですんで、歌詞を書き足して2番のねフルコーラスぜひ挑戦していただきたいなと思うんですけど、今のまずガズレレバージョンで キーポイントになるところ全部押さえてますんで、ここでね練習スタートしていってみてください。ガズレレの動画の中には歌詞とコードが出てますから、まずは練習していただいて、1個目のゴール設定としてはですね、ガズの動画と一緒に合わせて演奏できるようになったら、これも素晴らしいと思いますね。はい、まずそこまで練習していきましょう。で、できるようになった方おめでとうございます。次のステップにどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのは最初は大変でしょうからね。まず最初は楽譜的なものを見て、何回も何回もそれを見ながら練習しているうちに、自分の中にどんどん今度落とし込んでいて覚えちゃって、いずれは大空に向かってもう声高らかにこのエールを歌おうみたいな感じが素敵だと思うんですけど、まず楽譜練習から入っていきましょう。楽譜ってでもどこにあるんだろうという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。
今の演奏はですね、このガンズのこのノート、書いてるノートを見ながらですね、今演奏していったんですよ。はい、時代遅れのロックンロールバンド、こんな感じでねノートに書いてるんですよ。今日ちょっとこれでもねかなりショートカットバージョンしてるんですけど、がざっくり2枚にこう渡ってるんですけど、後でですねこれ画面上にこうやって映して、みんなもこれ一時停止して書いてよ、メモったらいいじゃんってことをやろうと思うんですけど、今ねめちゃ便利なサービス始まってます。これガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた時代遅れのロックンロールバンドの、を含むガズが今まで手書きで書きまくってきたもう膨大なねノート楽譜のストックがあるんですよ。その中から皆さんが毎月5曲、あ、私この曲やりたかったの、この憧れの曲できるかなみたいな感じで選んでいただいて、即座にデジタルデータとして皆さんのお手元にダウンロードしていただけると。もちろんこの楽譜はですね、ガズレレの YouTube 動画レッスンとね完全にリンクしてますので、すぐに練習に入っていきますよ。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも本当にたくさんいろいろあります。まず毎月2回行われている世界中からのガズクラブメンバーが参加してくれている大合唱イベント、ガズオンというのを毎月2回、これがめちゃくちゃ盛り上がるんですよ。本当に課題曲を決めて取り組んでいたり、あと皆さんの演奏動画とかアップロードできる場所がいっぱいあってですね、もうなかなか面白いクラブ活動になってますんで、ぜひガズクラブご検討ください。あとそれとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもかなり盛り上げてます。盛り上がってます。このガズレレ大学は今ね、パソコンとかで見てる方、この画面の下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこを押して入っていける、毎月590円で毎週2回のライブ配信による講義があるという大学生活を送ろうということなんですけど、ここではちょっとレベルが高い濃厚なことをやってます。毎週2回のライブ配信で質問し放題、ただいまの課題曲はルパン三世ということで、ね、もう濃厚にもう本当に細かいところまでもうみんなとこうチャットでやり取りしながらやってます。こっちもなかなか面白いんで、ぜひぜひちょっとね、これは初心者の方はちょっと練習してもらって、18ビートのチャットか16ビートを弾けるぐらいの方がおすすめでございます。あとですね、ガズさんラジオ放送してます。スタンド FM という無料のアプリでね、ラジオアプリで聞けるんですけど、毎朝7時半からガズラジという、ラジオ配信をしてます。ぜひ皆さんこっちもね、無料で聞けますんでチェックしといてください。それでは楽譜を見ていきましょう。時代遅れのロックンロールバンドでございます。はい、このイントロなんですけど、このねギターソロ、チャーさんがねギター弾いてらっしゃってですね、つい最近あのプロモーションビデオも公開されたところで見たんですけどね、渋いね、ストラトのなんかいい響きを、これ口で再現してますからね、ガズレレではね。はい、これがですね感想とかイントロに出てきます、コード。でこっから A メロが始まっていくんですけど、ここはですね、歌と桑田佳祐さんの歌う場所、ここは世良政則さんのみたいな感じで分かれてるんでね、本当はフルコーラスやって皆さんのね歌声の感じでちょっとやってみたかったんですけど、まあまあでもこれウクレレレッスンですけど、皆さんねどんどんちょっとまず基本のやつを練習していただいて、フルコーラスもちょっとぜひさっきも言ったけどオリジナルの楽譜を作り出してやってみるのもいいと思います。ひとまず、こうやって写しておくので一時停止して、書き出して練習スタートしてください。ガズのノートの特徴なんですけど、ここにこう下にくるっと囲ってある、これコードがちょっと変わってたりとかするのはかっこいいバージョンで出てくるコードでございます。ここもちょっとコードが変わってたりとか、いろいろあるんですね。ここもちょっとコード変わってますよとかで、こう下にあるのはかっこいいバージョンです。それを覚えておいてください。時間ある方はこれ一時停止でメモってもらいたくて、で、先ほど紹介させてもらったガズクラブでこのノートのデータをそのままダウンロードしてもらうのもめちゃくちゃ有効です。ガズのノートの特徴としてはちょっと見てもらいたいんですけど、このノの上に点がついてる、イの上にとかで、ウの上に点がついてるでしょ。これでですねリズムがわかるんですよ。ちょっと言ってきますね。ワン、ツー、スリー、フォー、このごろへ、岩という文字が、これでリズムがわかるんですね。あとこのね、歌詞カードには表記されてない伸ばすところがこれ書いてあるでしょ。これがね、かなりに役立つと思います。あと、早口で言うところは、こう、くるっとなんか、囲ってたりするとかね、いろいろちょっとね、ちっちゃいね、メッセージがいっぱいこの楽譜には詰まってるんですよね。この文字の感覚も結構メッセージになってたりします。ぜひぜひ、ガズクラブでこの楽譜をダウンロードしてもらうのもおすすめですけど、お時間ある方は書いていってください。まずは、1番の A と1番の 2番、A メロ1番、2番、写しておくんで書いていってください。OK? はい、そしたら、こっから B メロですね。ここがかっこいいんですよね。旅路の果ては空遠く、まだこれ思わず歌っちゃうメロディー、素敵です。はい、かっこいいバージョンはここコードが変わったりとか、ここもねしてますよということです。でここがあの印象的なサビ、思わず歌っちゃうやつですね。 One day Sunday ってこれ歌っちゃうやつ、気持ちがいい、もう疾走感すごい。はい、いいですね。
でここ見てかっこいいバージョンでここシンコペーションでキメが入るよということなんですけど、これも後で解説しますからね。でここ間奏ですね。ここの間奏はイントロと同じギターソロのチャーさんのギターソロが印象的な間奏になります。でここからがちょっとオリジナルアレンジで、ここで G7 でツタタタタタとやって、もう一番最後の最後のエンディングのサビにね、ラストサビにもうガズレレショートカットバージョンでは飛びます。本来だとこの間奏の後に2番が入って、2番でバーッとやって、その後ギターソロがあって、サビを繰り返してラストのサビなんですけど、そこはあのガズレレを練習用オリジナルショートカットアレンジバージョンで、ここからもうラストのサビに行きます。ここはコード進行一緒ですけど歌詞が変わってきますね、さっきのサビとね。で最後にエンディングっぽく、ちょっとこう最後エンディングっぽくなるんですよ。闇を照らすって、この間佐野元春さんがもう熱唱してます。ここかっこいいんですね。でここ最後、ダサいロックンロールバンドで終わるんですけど、ちょっとねプロモーションビデオ見てて気づいたのは、最後にですね、あのもうエロい女のねメロディーでロックンロールいいバンドって言ってるんでね、2人がね、これもちょっと入れてみました。はい、こんなのがガズレレのアレンジになっております。ぜひ参考にやってみてください。じゃあ出てくるコードの解説、ちょっとこの赤く囲ってるやつは後半やる格好、ちょっと今日場所は余っちゃったんで、ほらロックンロールテンション上がってますよ、ロックンロールっつってね。はい、赤く囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、ちょっとひとまず今隠してみましょう。今映ってるコード、これ7個ですね、言っていきます。 C と Am と F と Dm、D7、G7、Em7、この7個で今の曲、入門簡単バージョンの方は7個のコード出てきました。嬉しいやつですよ、これは。これはね、たくさんあるように思うかもしれないですけど、ガズレレではめっちゃ入門コードのグループなんで安心なやつです。これです。ガズレレ必須コード。私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、すごい楽しい動画。これ見てるだけで覚えられちゃうんです。その動画のリンクここに貼っとくんで、これ必見ですよ。10個のコードを、そから早から覚えちゃってください。今日はそのうちの7個が出てきます。ということをご案内した上で、じゃあここからかっこいいバージョンの、解説に入っていこうと思うんですけど、この曲はですね、やっぱ歌、すごいメッセージソングだから、やっぱ歌詞をやっぱ読み解いて、本当は今ガズレレショートカットバージョンですけど、全部の歌詞を読んでいただいて、なんかね、このいろいろ起こってる時代、未曾有の世の中なんて言いますけど、とはいえ僕たちも周り中で暮らしている中でっていう、その勇気、エール、前に向かっていこうっていう、そういうたっぷりなメッセージが詰まって、その心持ちで歌うのがいいと思いますね。で、歌の難易度としてはこれ結構8ビートのノリで歌いやすいと思いますね。なんでぜひあのこれ歌もね楽しんでリズムに乗って、思いっきり歌っていきましょう。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはねコードがちょっといくつかかっこいいコードを追加になってますんで紹介していきましょう。まずはですね、C サス4からいきましょう。C サス4簡単、C 押さえといて3弦の1フレット、これはね A メロの中でちょっと一瞬出てくるだけですね。後でちょっと解説しますけど、 C サス4から C、 こんな風に使っていきます。はい、その次はですね F メジャー7、これはですねかっこいい響きですよ。 B メロで使いますが、こことここ押さえます。こんな感じ。はい、1弦と2弦は開放弦です。この指で押さえるのが結構おすすめ。これ5フレットって結構距離があるんで、またこっちに戻るときにこの人差し指が先行してこっちに戻れるだけでだいぶいいんでね、今から覚える人はこの指で押さえるのをおすすめします。 F メジャー7。あともう一個はですね、G7 指すと、これも簡単ですね。入門コードのうちの1個の G7 を押さえておいて、小指見てここの1弦3フレットを出すと G7 指すと、離すと G7、 行ったり来たりで使います。これは B メロの一番最後のサビに行く途中でこれ出てきますということです。あともう一個はですね D シャープ、今日これがキーポイントかな、コードとしてはサビの中で出てくるんですけど、さっきはシンプル簡単バージョンでは D7 に置き換えてたんですけど、D シャープの方がかっこいいです。 D シャープちょっと押さえづらいコード押さえましょう。こことここなんですよ。なのでガズはこうやって押さえてます。これいろいろ諸説ありで、こうやって押さえてもいいですし、まあ人によってはこうやって、これ難しいですよ。なのでこれがいいかなと思うんですけどね、こことこことここ D シャープちょっとチャレンジしてみてください。はい、このコードを使ってかっこいいバージョンはこの響きもよくいってみようと思います。で今日出てくるねリズムなんですけど、三段活用です。この曲はロックンロールね、ロックンロールバンドって書いてある、もう本当にロックンロールっぽいね、いい感じのこのビートを聴いた曲なんですけど、まさに8ビートオンパレードです。今日出てくるリズム、これ8ビートと8ビートのチャが半分と8ビートのチャ、この3段活用でいってみようと思います。これは楽しいですよ。まずね、構成でもどんどん解説していきますけど、イントロと A メロ1番、A メロ2番は普通の8ビート。チャは入んないやつです。ただストロークとしてフォークギターっぽい感じでこう弾いていくのがいいかなというふうに思います。解説動画です。ここにリンクを貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、そのページにね、濃厚解説レッスン動画がもうすでにアップロードされております。ちょっとそれぞれの弾き方全然わかんないな私という方は、そこのねリンク先でやってみてください。それではまずね、イントロの感じ、ちょっとリズム、皆さん聞いてもらいましょう。ワン、ツー、せーの、デレデレデレ。
感じでいきます。で A メロもこれでいきます。心平和という文字が心変化されて、こんな感じでちょっとふんわりした感じでもちょっとロックのスピリット感とか前のめりなところを忘れないようにという感じですね。でこの桑田佳祐さんの A メロ1番のところの一番最後のところに C サスフォーとシンコペーションの決めみたいなのが入ります。このマークシンコペーションってリズムがズコンと前に食い込むんでちょっと聞いててくださいね。意味さえ虚ろに響くからいきます。せーの、意味さえ虚ろに響く。次いきますよ、こんな感じですね。 C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  シャスフォーか C、 はいあの引っ掛けですけど C サスポート C シンコペーションでやって、でその後あの世良政則さんの世の中を嘆く、こっちも同じ感じで8ビートでいきます。そして B メロの旅路の果ては空遠くっていうところからコードが F メジャー7になり、ここから8ビートの茶が半分というリズムになります。この8ビートの茶が半分と8ビートの茶っていうのはちょっと今ここで簡単に説明すると、じゃあ C を弾きますね。じゃあ普通の8ビートの茶、こっちがねあのメインのリズムですからね。じゃあ8ビートの茶はこうです。8ビートの茶が半分でやるとダンダダンダチャクダンダダンダチャク、違い分かりました。1個茶が抜けるんですよね。これが8ビートの茶が半分です。で普通の8ビートの茶が半分は毎回ドンチャッドンとチャッと入ると、これを差を使っております。だから8ビートの茶が半分だとリズムがドンと落ちたような、ちょっとこう落ち着いたリズムのイメージになるんだけど、でもビートは強まるみたいな、普通の何にもない8ビートよりは。でそこのところのじゃあ B メロやってみましょう。ワン、ツー、スリー。旅路の果ては空遠く、チャッダダダチャッダダンチャッダダンチャッダンダ、 G7 サスポダンダチ、次でチッタ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 ッ、はい、かっこいいですね。この8ビートのチャが半分は慌てるとですねリズム速くなっちゃったりね、慌てるんでまず落ち着いて、普通の8ビートでチャが半分ないだけですから、はい、これちょっと意識してもらって、で最後に出てきた、ツタタタタタっていうのは一回最初にチャを弾いといて、ダダダダダダオープンでね全部弾くということです。でサビはですねもう前回の8ビートのチャで気持ちよくこうツカーンとこう突き抜けていきましょう。 One day Sunday It's all my car、 こんな感じですね。もうなんかこれこそ本当ドラムで言うとドーンタタンスッタタンタン、このロックの気持ちがいい疾走感、ドライブ感というんでしょうか。だからといってテンポが速くなっちゃダメですよ。前のめりの空気感を出すっていうことですね。なのでじっくりこうエンジンブレーキをかけながらもこう突き進んでいく、このリズムがですね、キーポイントになる。あとはシンプルですね。でサビの一番最後のところに決めというか伸ばしで、歌ロックンロールバンドの時にシンコペーションでちょっと伸ばすっていうのをそこだけやってみましょう。共に受け止めてからいきましょう。サビの1回目のサビの一番最後です。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。この息受け止めて、ここです。ダダツドン、歌え、ロックンロールバン。はい。D マイナーからツタ、ドーン。G7 でドーンとこうシンコペーション。前にリズムを食い込んで伸ばして、歌え、ロックンロールバンが入って。で、その後間奏に入っていって、またちょっとツタタタやって最後のサビに、行くということなんですけど、あとはね、繰り返しなんで、シンプルです。やっぱロックンロールはね、シンプルがいいですね。はい。で、ラストのサビも同じようにこうずっと決めていて、あ、サビの中では D シャープ出てくるからね、ちょっとコード、要注意ですよ。さっきの簡単バージョンとコード進行変わってますけどね。やっぱシンプルでストレートで、もう胸にこう突き刺さる直球勝負みたいな感じで、歌うのが気持ちいいんじゃないかなというふうに思います。で、まあシンプルな演奏なんですけど、やっぱり一番大事なのは、このドライブ感ですよね。速くなっちゃわないように、心地がいい、この乗れる感じ。だから自分でこうリズム体で取ってキープしていくのがいいと思いますね。でもちろんですけど、やっぱ歌の内容もちろん、やっぱり歌詞みんな読んでいただいて、このエールにね、共感して自分も一緒にその、あのなんて応援する側に回るような、もらうような、そういう感覚を味わっていただければというふうに思います。元気いっぱいで歌うのがいいですよね。ウクレレにぴったりだと思いますわ。この曲は本当にもうちょっとテンション上がります。さあさあ、それではやっていきましょう。時代遅れのロックンロールバンド、ガズレレ流かっこいいバージョン、エネルギッシュにやってみます。ワン、ツー、ワン、ツー、デン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 、知らないそぶりをする。
キャロブラウン、ロックンロールバーン、桑田佳祐さんフューチャーリング、佐野元春、世良政則、野口五郎、チャーさんのもうスペシャルバンドの、もうね、今もうここのガーンとこのロックの勢いが今必要だぜということでね、今熱い曲やってみました。ウクレレにぴったり、ぜひ皆さん元気もりもりでプレイしてみてください。最新のお知らせです、今年のですね1月7、8、9の3連休なんですけど、はい、これポップアップショップ、ジーラボウクレレのポップアップショップがですね、島村楽器さんで、行われる予定になっております。ララポート湘南平塚店さんで行われます。ジーラボの、ウクレレフルラインナップの展示がありますから、皆さん、行ってですね、いろんなウクレレを試し弾きしていただいて、スタッフも行きますんでね、いろんな質問をしていただいたりとかして、ぜひぜひ、体験してください。まずジーラボのウクレレ、ものすごいいいウクレレなんで、やっぱり手に取ってもらうというのはね、すごくいいなと思うんで、ちょっとね、まだね、第1弾の報告のこれからこういう機会増えていくんですけど、そういうわけでね、まあ、もう一回確認すると、7、8、9ですよ。ララポート湘南平塚店の島原楽器店さんで、行われるポップアップショップ、ぜひチェックしておいてください。ってガズレレではですね、もう他にもいろいろやってるんですけど、このね、ガズピアノというのをやってるんですよ。これ、ガズがやってるハニーさん、私の愛するハニーさんと一緒にやってるピアノ教室なんですけど、ここでね、YouTube チャンネルもこれ YouTube やってるんですけど、なんと本が出版されております。めちゃくちゃ楽しくて、これウクレレやってる方だったら本当あっという間に鍵盤弾き語りもできるプログラムになってますからね、世界で一番簡単な鍵盤教室です。ぜひこれも YouTube と本の方もですね、これ Amazon でこんな風に調べてみてください。そしてですね、ガズレレでは、アプリがあります。ガズレシピという便利なアプリ、楽譜が見られるアプリなんですけど、このねアプリの特徴は、スマホとかタブレットで見られるんですけど、自動スクロール機能とかメトロノーム機能を満載していて、もう曲がですねかなりの曲数になってます。40曲のブロックが9ブロック、みたいな感じで、だから3も300曲400曲近くあって、この楽譜の特徴は簡単版だけじゃなくてかっこいいバージョンも載っているということで、かなり、ね、皆さんご支持いただいてます。そしてこれアプリダウンロード、皆さんぜひ皆スマホとかねタブレットにしていただきたいんですけど、入れるインストール自体は無料ですからね。で、中のコンテンツで有料課金もありますけれども、見やすい楽譜なんで、これはね、かなり有用だと思います。いっぱい重たい楽譜を歩かなくてもね、タブレットで見れるとかすごくいいですからね。で、あとね、そのね、楽譜だけが本当の本になって登場しております。ガズレシピの本のバージョン。こっちも Amazon で販売してますね。ぜひともご覧になってください。そしていつもガズがね、使ってるこのウクレレに挟んでいる、水引き。これガズの両親が作っているね、手作り物の水引きでございます。そしてあとハニーさん手作りのこのストラップだとか帽子、T シャツとかいろんなグッズ盛りだくさん、こんな感じでね、ガズレレ公式ホームページのトップページにバナーもあったりとかするんで、ぜひね、いろんなもうグッズでね、さらにテンションも高めていったりとか、もうあっちからこっちから音楽を楽しむ要素盛りだくさんでございます。こんな感じでガズレレ盛り上がっていくぜということでございます。本日のレッスンはここまででございます。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ、またねー。